どうもブラザーズ、平瀬ゴールです。いつもご視聴ありがとうございます。今日紹介したいのは、ベネットの、完成型といいますか、実践でかなり使えるんじゃないかなっていうようなものになります。で、紹介なんですが、まずは、ステータスですね。ステータスが31,740って、HP をかなり振った状態になっているのと、攻撃力、基礎攻撃力値が626というように高いような内容になっています。ただ、武器の紹介、天空の刃を使ってるんですけども、これが一番基礎攻撃力値が上がるってことで使ってます。これがもしなければ他に使ってっていう形になるんですけども、できればチャージ効率の高いものを使って、攻撃力の性能を落としてでも回復力の方、あとは元素チャージ の速度を上げるものを利用した方がいいと僕個人的には思ってます。はい。で生物は、少女の愛される少女のセットですね。これは与える効果と、受ける効果、これを上げるというところで、HP 回復のところをかなり重要視している内容になります。でもしこのバフセットを使わなかった場合、かなり回復力っていうのは下がります。例えば HP ガンブリのビルドにするっていうことで、例えば冠のところを HP とかにしてバフを下げる、そういうビルドを作ってる方いると思うんですけども、そうなると HP は上がるんですけども、回復力っていうのが、今1万なんですけど、これが5000とかかなり低いような設定になります。なので僕はこれにしてます。利点としてはやっぱり毎秒回復力が高いっていうのがベネットの強みで、敵の攻撃を食らいながらも吹っ飛ばされながらも1万で回復する、あるいは8000、7000、6000ぐらい、最低でもそれぐらいないと世界レベルが上がってきた時にもう手も足も出なくなってしまうような内容になってきてしまうと思います。はい。でベネットなんですが、一つ注意点としてはここの6凸を目指さないでほしいですよ。この5凸まででやった方が僕はいいと思います。これやってしまうと炎ダメージになってしまうので、近接系 の攻撃キャラがかなり物理が乗らなくなってきてしまって、ビルドがかなり崩壊してしまうような内容になってしまうと思います。はい。でテンプは、溢れる情熱は結構上げてもいいと思うんですけども、こっちの素晴らしい旅を優先として上げるの僕はいいと思います。はい。ここの1個目のやつはね、タルタリアが入ってるんでレベル2になってますけども、基本的には僕は開けてないのかなと思います。ただこっちはね、こっちで火力が上がりますんでおすすめです。はい。っていう形で、説明はもう最初の冒頭の動画の方でやってしまったんですけども、そうですね、生物のチョイスが僕的にはかなり重要だと思います。ここで詳しくやると、メインステータス HP にかける HP パーセンテージと元素チャージ効率、ここは他のステータスっていうのは特に入れる必要がないので、その3つが入ってれば、2つが入ってればいいのかなと。基本的にチャージ効率と HP が増えるものをチョイスしていくって形でいいと思います。ここも HP と、HP プラスと元素チャージと HP、 これが重要だったと思います。はい。こんな形で出すものを決めてしまえばいいんですね。HP、HP プラス元素チャージ。要するにこっちの方が優秀かなと。で、元素チャージ効率ちょっと足りないなっていうふうにもし、ね、武器を、自分で使った武器を変えたとしてなった場合は、ここのメインステータスを元素チャージ効率にすると、スキル攻撃2発とかで溜まるので、例えば、祭礼にして、元素チャージ効率モリモリにすると2発で溜まったりします。ただ注意してほしいのが、上げすぎたところでここのスキルクールタイムが15秒なんで、それより早く溜まりすぎちゃうと、それはそれであまり効率的じゃないのかなってことで、その分 HP とか回復の方に自分のファイトスタイルに合わせて元素チャージ効率を調整していけばいいのかなと思います。例えばソロでやってベネットを打ってすぐ外すんだっていう感じであれば、例えば打って元素チャージ祭礼で元素攻撃2発バツバツ打って控えに入ってっていう感じとかでも面白いと僕は思います。はい。でここはHP 一択かなと。で HP プラスここに元素チャージが入っていればなおよし。ここは治療効果バフ一択ですね。
治療効果バフを上げて、まあ、HP で元素チャージ効率 HP プラスって感じです。これはもう完璧に仕上がったやつですね。でパーティー構成なんですけども、僕がおすすめするのは、まあ、ベネットと水元素2人ですね。なぜなら水元素2人にすると何が起きるかっていうと、治療効果バフが上がるんで、まあ、ベネットの1万回復っていうのが実現することになります。でここで注意してほしいのが、その水元素2人とかつけると、あの、まあ、火力と回復 の、 あの2項目入れるか火力火力になるんですけども、まあ、キャラのチョイスは結構重要になりますね。僕はバーバラにしました。なぜならバーバラっていうのは、あの他のキャラに対してのバフが結構乗ります。これはタルタリアの紹介動画の時にまたご紹介したいと思いますので、ぜひあのまたチャンネル登録して遊びに来てください。はい、じゃあとりあえず今日の紹介は革命ベネット、回復力1万超え、攻撃力まあ800で HP が3万とかなり高い、あのベニー冒険だ、まあ、これぐらいタンクヒーラーがねハマるキャラっていうのがもうこの方しかいないんですよね。バフが乗って味方も攻撃力強くして、まあ、回復力がもうえげつないと、もうそのフィールド内にいればもう誰も死ぬことがないっていう唯一のキャラクターですね。回復力に至って言うと、素晴らしい旅っていうのは、まあ、回復が毎秒なんですが、例えば他のキャラクターとかディオナがね結構最近実装されたんですけども、こちらがまあ回復が継続回復なんで、毎秒じゃないんですよね。ちょっと遅いんですよ。なので回復力自体はやっぱりベネットに軍配が上がるっていうところになります。でシンプルな攻撃力のプラスっていうところでかなり使えるんじゃないかなっていう。とりあえず一家に一台ベネットっていう感じですね。で僕が結構余談なんですけども、一家に一台的なキャラクターがね、まあ、物理レザーと、まあ、レザー短期とこの革命ベネット、あとはね究極体のタルタリア、この3体がねもう必ず入れてくださいみたいになってるんですけども、はい、まあ残りの1枠はねバーバラになるかユクアキになるかディオナになるかちょっといろいろ考えてるんですけども、まあ、それは今後のビルド紹介動画でお伝えしたいと思います。ということでね、動画いかがでしたでしょうか。ぜひぜひこういったビルド動画とかお役立ち情報をまたまた今後、ベニー冒険団うるさいですね紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価でお願いいたします。また動画に遊びに来てください。ではありがとうございました。バイバイ。